日本人を語る第3回であります。今日も小なぎ先生、つまり根津さんをお呼びいたしまして話を続けていきたいと思います。前回はですね、日本の古い時代をですね、神代のイザナギイザナミの話、それからもう一つは日本の地形というものそのものがですね、古い時代は寒かったり暑かったりしておりますから、それによって海流も変わるし島というものも変わる、そういうこともよく考えなければいけないというお話をいたしました。今日もですね、古事記に入る前に、古事記というのは非常に発音は古事記っつったら物をもらう人になっちゃう、その、ね、古事記かな、そうですか、古事記の話が非常に熱いもんですからね。その前に、ちょっと中国の古王朝の話ですね、それから明治になって、そういったものがどう考えられていたか、そこら辺をですね、少し周辺をですね、解説をお話をしていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。日本の神話、古事記の話ですとか神話のお話をしていくわけですけども、中国にもやっぱり神話の時代というのがあったわけでして、それが三皇五帝の時代というのがあるんですね。三皇五帝の時代ですね。ここにありますけども、三皇五帝、三皇というのが神様、五帝というのは聖人だとされていて、三皇が福義神の女化、これは体が透明な神様とかですね、そんなのが登場する。で、五帝って言いますと、いわゆる行春の時代なんていうね、よく言われますけども、皇帝ですとか、非常に優しい素晴らしい王様がいた時代がいたんだ、あった。これは中国における神話の時代で、その後にみんな騙されるんですけど、花王朝、陰王朝、周王朝っていうのがどうやらあったらしいってよく言うじゃないですか。で、あ、かっていう素晴らしい国があったのかってみんな思ってるんですけど、実はですね、これ漢字の意味は夏っていうこの漢字ってね、冠をつけた女性がひらひらと舞っている、つまりお猿さんの集団でメス猿がこう舞ってるみたいな、そのことの象形なんですね。だから小さな村ができましたよ。で、それが陰っていうのは、これは少し大きな集落のことを言います。それが集落からなりましたよ。で、集落の周りに塀を巡らしましたよ。だから集って言って。なるほどなるほど。隠居って言われると、なんかすごいこう遺跡が発掘されたと思いますけど、これ日本で三代森山遺跡の集落跡が見つかったっていうのは何にも意味が変わらない、ということなんですね。それでもやっぱり彼らは自分たちの神話っていうものを大切にしようとしているという、これは大事なこととして学ぶ必要があると思いますね。神話がある程度誇張されてるっていうのはどこの国もそうでね、日本嫌いな反日日本人のインテリっていうのは、日本の神話は、一つの天皇が150歳だったりしておかしいよなんて、そんなのは別に1000年だっておかしくないわけで、どこの国もそうですからね。ほんな平均寿命なんてのはその当時25から30歳ぐらいですからね、だからそういうことを議論しても仕方ないわけですよね。今の125歳っていうのは、これは神武天皇がね、即位されてからお亡くなりになるまでの年数のことなんですけども、この時代についての古事記の書き方を見ると「歳」っていう漢字、1歳2歳の年の瀬のね、あれって歳時期の歳と同じ字を使うんですが、これは実は1ヶ月のこと言うんですよ。そうですね。だから125ヶ月だったんですね。だから年数にしたら今で言ったら11年なんです、別に不思議でも何でもない話で、そのことを思ってバカにしたようなこと言われるとちょっと困っちゃうなという感じがあります。そして、紀元前770年から春秋戦国時代、そしてこれで国が できていくんですかね。そうですね。でちなみに8世紀に書かれた吉檀古伝という、吉檀の古い歴史書があるんですけども、それを見ると、三皇五帝から夏殷周までの時代というのは皆和氏なりと書いてあります。全部和人だったって言うんです。つまり日本と大陸が結局陸続きであって、同じみんな和人の集団だった。特に朝鮮でも南の今の韓国のあたりなんつのは日本人ばっかだったという話もありますか。ありますね。ね、そういうことなんです。最近は遺伝子の DNA の研究なんかでも随分進んできまして。朝鮮でも南の方はほとんど日本人だったと、男は引き上げてきたけど女がちょっと取り残されたので、女性の方が日本人的特徴が多いなんていう話もありますね。だけど、日本人っていうのは事実を
歴史にすると、だから歴史というのは必ず事実を追求するもんだという意識がありますけどね、はい、中国の場合は歴史を作るもんだということで、歴史というのは書いてしまえば歴史になるんだという考えもありますがどうですかね。あの歴史というものの定義としては中国式の方が正しい、はいはいはい、正しいかもしれません。なるほど。もともと歴史、中国でいう史書というのは全てその形で出来上がったんですね。だから例えば最近のところでね、はい、この元が滅んで明ができました、明が滅んで清ができました、はいはい、で明は朱元璋が建国をして、はいはいはい、で果敢にモンゴルの軍勢に戦いを挑んで、ね、勇敢に戦ってモンゴルを北の遊牧地に追い払い、はい、そして自分たちが明るい国を作ったんだというのが、まあ、歴史書に書かれていることなんですが、はいはいはい、実際に記録を調べてみますとね、はい、ちょうどこの年代の頃っていうのが、はい、中国でペストが大流行してるんです。なるほど、なるほど。でモンゴルの人口って最盛期で1億2500万人いたんですけど、このうちのなんと1億2000万人か、このうちの、およそ1億、9500万人が死んでしまって、死んでしまった、うん、2500万人しか生き残った、はいはい、生き残らここらなかった、はい、だからほとんど5人に1人はもう、5人のうち4人はみんな死んでしまった、うん、大変な流行がありまして、で実はこの時に中国で生まれたペストがヨーロッパにまで渡っていって、はいはいはい、ヨーロッパでは黒死病と呼ばれて、はいはいはい、ヨーロッパでも人口の6割が失われるということが起こりました。でこれによって元の王様たちというのはもうこのまま大都、今の北京なんですけども、うん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 、こんな不衛生なところにいたらいつ死ぬかわからない、はいはい、ということで北に逃げようと。そうです。で遊牧地の方はほとんどその、ウイルス性の病気が流行ってないんですよね、うんうんうん、でパオとかっていう遊牧民が使うような住居は結構糞をたくさん使いますので、はいそうですね、衛生環境どうなんだろうなと思うんですけど、ああああ風で全部飛ばされちゃう。なるほどなるほど、なるほど。だから病気にならないんですよ。でみんなその遊牧地へ帰っていった、はいはいはい、で大都つまり北京が誰もいなくなっちゃった。ああ誰もいなくなった。でそこに朱元璋が現れて、誰もいないから、まあ俺のところで使うかと。そうそう、これからは明るい国にしようぜと言って明と北京に行っちゃった。ああそれで明というと、はい、で明が大体最盛期で人口が9500万人ぐらいまでいくんですね。ところがやっぱりこの明の末期、はい、またペストが大流行して、なるほど、で人口2000万しか残らなかったんです。やっぱり5人のうち4人が死んじゃうんですね、はいはいはい、人口の8割失われる、大変なことになりました、そうですね。中国は結構そういうことが繰り返されましたね。繰り返されますね、で大体そういう時に限ってバッタの大群が起こるとかですね。ああそうですね。もう20、30人やられるんですよね。第一ですわな、そうですね、パールパックのね。で結局、その明っていう国も人がいなくなってしまって、うんはいはい、誰もいなくなっちゃった、はいはい、でそこで満州にいた満州族、女真族が来ると来て、うん、で彼らはやっぱり北方にいましたんで、はいはい、風がウイルス飛ばしてくれるんで、はいはい、健康そのものだからそれで、まあ、病人がいなくなった頃に誰もいないんじゃ、じゃあもらうかもらうかと、うん、でも病気が流行ったところだからこれからは清潔に行こうなと言ってついた名前が秦国という、ね、なるほど、はい、なるほど。中国の歴史ってのは割とそういう非常に、まあ、ある意味分かりやすい、分かりやすい。ただし歴史書を見ると、うん、我々は立派に戦ってそう敵を打ち滅ぼしてそうそうというそういう書き方してる。そしてその歴史が本当の歴史になるので、まあ根津さんとしてはそっちの方が歴史なんだと、どうせ事実なんか分かんねえんだっていうのはあるけど、日本人の感覚ではやっぱり大体中国の歴史っていうのは終わってから書く歴史ですからね。日本人にとっての歴史っていうのは、日本人は何のために歴史を学ぶかというと、はい、日本って非常にこう災害が多い、はい、で災害の歴史、災害が起きた被害結果ですとか、なぜこの時に堤防が決壊することになったのかということ、はいはいはい、その事実関係というのは、はい、きちんと調べておかないと、はい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 、また次に同じことが起こったらまた起こしちゃう、うん、だから日本人にとっては本当にちゃんとした事実をきちんと把握しようじゃないかっていう、この意識が極端に強いわけですね、はい、なるほど。これは諸外国にはない、つまり王様が王権を強化するため、うん、理論武装するために作った歴史というものと、日本人にとっての歴史というのは二度と被害を出さないためにと、そうですね、おけつに火がついた状態で作ってる。まあだけど日本が一番昔から国があったし、はい、そういう点じゃあまあ国を守るための嘘をつかなくていいと、もともと天皇陛下がおられて、はい、国民一つだから、はい、だから災害ぐらいが興味の中心だったんだけど、向こうは一個の王朝が終わることに全部墓暴いてバラバラしてましたからね、はい、だから王朝を守るとか王朝の正当性を強調するというのは極めて大切だったということになりますね、はい、これはまあそういう意味で日本ではちゃんと客観的な事実に基づいて語ろうと考えるので、
結構古くから歴史を科学する、うんうんうん、科学っていうのは再現性を残していますから、はい、そうですね、こうでこうでこうだったら、絶対堤防決壊するよね、当たり前だよね、じゃあそうしないためにどうしたらいいかっていうことですから、これ歴史を科学する、はい、つまり科学、その場合の科学というのは何を言ってるかといえば歴史の再現性、はい、この再現性っていうものを非常に大切にするというのがもともとの我が国の歴史認識、歴史に対する考え方であったということなんですね。でそのことを実は福沢諭吉が学問の勧めの中で言ってるんですよ。で学問の勧めというと、あの、学問とはただ難しきを知りね、下式がたき古文を読み和歌を楽しみ詩を作るなど世の中で実のなき文学を言うんではないんだと、はいはい、実のあるものを学問とは言わないよって、これもう明確に言ってるわけです、はい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 、でなるほど、それらの文学とかね、うん、歌なんかも人を楽しませることになるかもしれないけども、はいはいはい、でもそんなものは崇め尊くべきものでも何でもない、はいはいはい、でこういうふうな人たちというのはどういう人たちかというと、はいはい、子供がね学問に出世するのを見て、うん、やがて身代を持ち崩す、はい、で親が心配する、それ無理からんことだと、はい、そんな学問なんかやったってしょうがないよ、はい、こんなものは学問のうちに入らないよと言ってるわけです、うんうん、でまあこの後いろいろこうあの文章が進んでいくんですけども、うん、まあ、いっぱい書いてあるんですけどね、要するに より良い国を作っていくための知恵を身につける、はいはいはい、その知恵というのは過去の歴史でこうでこうでこういうことで争いが起こったよね、うんうんうん、で争いを収めるためにはこうやって争いを収めたんだよね、うん、そういうことをきちんと研究してこれからに生かしていくんだと、はい、でそういうことをしっかりと学んでいくっていうことが、これが学問なんであって、俺はこれを知ってるぞ、あの関ヶ原の戦いは何年に起こったか知ってるか、はいはい、西暦1600年だ、はい、こんなことをいくら覚えたとしても何の役にも立ちません、うんうん、立ちませんと、むしろなぜ関ヶ原を戦わざるを得なかったのか、どうして戦うという選択をせざるを得なかったのか、はい、そういうことについてちゃんと考えようよと、でそういうことができるようになった人たちに支えられる国民というのは、非常に良い国になる、うんうん、そうではなくてみんながもうろくでもない目の前のね、関ヶ原が1600年って覚えてるだけでも満足してるような、はいはい、そんなことだったらば、そんなのはね、愚民だと、はい、そうですね、愚民の上にかなり政府あり、はいはい、こういう言葉知ってるかと、言って福沢諭吉怒るわけですよ、はいはい、要するに民衆がとろければ、はい、政府も、はい、もう関連長久のね、そういう政府ならざるを得ないだろう、コロナみたいなもんですね、コロナみたいなもんです、もう全くその通りです、なかなか面白いですよ、ここから西洋のことわざに、はい、愚民の上にからき政府ありとはこのことなり、はい、子は政府のからきにあらず愚民の自ら招く災いであると、愚民の上にからき政府あれば領民の上には良き政府あるの理なり、はい、故に今我が日本国においてもこの人民ありてこの政府ありなり政治あるなり、仮に人民の特技今日よりも衰えてなお無学文盲に沈むことあらば、政府の法令も今一段厳重になるべく、もしまた人民皆学問に志して物事の理を知り文明断りかなを知り文明の風に赴くことあらば、政府の方もまた寛大寛人態度の場合に及ぶべし。いやもうコロナのこと言ってるみたいですね、はい、何しろね原発の事故があった時にね、ある県の知事がね、僕は何ミリシーベルトとか言ってたらね、なんつったかったら、いやいや日本国民には数字を言ってもダメだと、逃げろと、いてもいいと2つしかないって言ってで僕はね、いやいや日本っていうのは高校全入なんですけど数字が分かんないんですかねって、いや数字は日本人には分かんないよって言ったら知事がいるんですよ。ひどいですねそれ。ひどい宮城県の知事ですけどだからやっぱりこの福沢諭吉の文章をやっぱり今更ながらちゃんと読んでですね、やっぱりこの頃は哲学がきちっとあって、その上でやっぱ国をやったっていう、やっぱりまあ明治の初めっていうか、まあそういう時代ですからね、まあ特にまあ福沢諭吉が偉かったっていうこともあるんですけどね。まあ、あの諭吉といえばね、天は人の上に人を作らず、はい、人の下に人を作らず、これもすごくみんな騙されていて、はあ、あの諭吉が書いてる文章を読むと、天は人の上に人を作らず、はい、人の下に人を作らずと言うけれども、はいはい、でも生まれた時からみんな差があるじゃないか、あるじゃないか、頭のいいやつもいれば、そうそう、頭のあるやつもいる、そう、金持ちの家に生まれてくるやつもいれば、貧乏家に生まれてくるやつもいるじゃないか、それを埋めるのは学問しかねえんだよっていうのが諭吉の学問の勧めである
いやまあね、本当いろいろ反省すべきことはいかれるものですが、はいはい、それではそういう学問にあたってだから、はい、要するになんで今先生が今ここで古事記をじゃあ古事記の前に福沢諭吉を持ってきたかっていうことをちょっと説明していただいて、はい、古事記に入って古事記を学ぶとかあるいはまあ日本書紀を学ぶとか、まあ、実際に教科書として使われたのは日本書紀の方だったんですけども、うんうん、我々にとってはまあ古事記が馴染みやすいのかなっていうことで、はいはい、まあ、古事記やっていくんですけどね、はいはい、ただそれを学ぶというのは単に神様の名前を俺は知ってるぞとかあるいは神話にこんなことが書かれてるのを知ってるぞとかそういうことを言うんではないし、うんうん、また古事記を学ぶっていうことがいわゆるその趣味の世界でね、まあ、漢字の読み方この漢字にはこんな意味があってとかっていうことを学ぶことが趣旨ではないそういう話は出ますけれども目的としてることはやっぱり形成催眠なんですよね、うんうん、より良い世の中を築いていく、はいはい そうですね、そのための我々の祖先の知恵っていうものを、うん、これを改めて学んでいこうじゃないか形成催眠から経済という言葉が出た割には経済っていうのは我々にお金のことだけしか教えてくれないで、はい、どんどん貧弱な精神になってきますね、はい、うん、古事記が書かれた理由あるいは日本書紀が書かれた理由に、うん、理由っていうのはやっぱり何でもそうですけども書かれたものっていうのは必ず意味がある、うんうんうん、なぜ書いたかという理由がある、うんうん、それは日本という国が壊れそうになってしまったという、はいはいはい、外圧によってね、はいはい、この問題が生じた時にとにかく日本を一つの国家としてまとめていかなければならないと、はい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 、1000年以上にわたって100年の体系と言いますけど1000年の体系です、はい、1000年の体系を組んで日本という国が盤石の国家となっていくそのためには何が必要なんだろうかどういう知恵が必要なんだろうかっていうことをそれを文章にしていってる、うん、だからその知恵を学ぶということが古事記を学ぶということであって、うん、別に大国の主の御言がね稲葉の白兎とお話をしましたと、はいはい、昔の人はうさぎさんとお話ができたんですよ、はいはい、まあそういう単純なことをそれも OK なんだけども、はいはいはい、これ日本文化の特徴で、うん、子供にも分かる寛容さ、うんうん、もう子供が読んでもああなるほどって思えるような寛容さがある優しさがあるでも大人が読む時にはもうちょっとしっかり読んでもらいたい、はいはい、もうちょっと深く読んでもらいたいなるほどなるほどということをそうすると古事記が700年だし、はい、福沢諭吉が1900年だとすると、やっぱり日本の大きな危機っていうのは一つが7世紀一つが18世紀、はい、まあここ1200年ぐらい経った時に一回そういう危機が2回訪れて、はい、まあその2回にやっぱりそういう偉人も現れ書物も現れ、はい、いろんな社会の変革が行われたと、はい、そうです、まあ、そういうふうに見るべきですかねそういうことですねなるほどで特にこの、まあ1300年前つまり古事記が生まれた頃というのはこれはまあ、最初の大きな大改革があったわけですけども、この時に神話の統合をしてるわけですよね、うんうんうん、だから例えば古事記の中には瀬織姫っていうのは登場しない日本書紀にも登場しませんけれども大祓言葉の中には大切な神様のお名前として瀬織姫という神様が登場します、はい、なるほどでそれだけ大祓言葉に登場するような大切な神様の名前がなぜ聖史である日本書紀に乗っかってないのか、うんうん、古事記に乗っかっていないのか、うん、というとやっぱりそこにはやっぱりそれなりの意思があるということですね、はいはい、そういうことですねでそういうじゃあその意思は何かといえば結局日本を稲作によって統一していこう、うん、みんなが食べてちゃんと食べていくことができる国にしていこうというその一つの意思のもとに改めてこう国の統一というのを図っていった、うん、これが7世紀の出来事だったなるほどでさらに19世紀には大きな外圧がある、はい、外圧がある中で日本は戦わざるを得ないというそういう選択をしていくことになって、はいはいでこの外圧っていう外圧の中から今我々が学びそしてこれからの千年を生き延びる知恵というのをどういうふうなところに手がかりを求めるべきかっていう、はい、その知恵の一部がもしかして古典の中にあるんだったらば、うん、少なくとも千年以上生き残った物語ですからね、うんはいはい、そういうものがあるとするならばそれはぜひ見つけ出したいなと、うんうんまあ、だからせっかく古事記の勉強をするということであればもうそこにターゲットを絞って、うん、千年前の知恵でこれからの社会を築く知恵になるもの、うん、これを見つけていこうよというのがまあ大きな趣旨になるのかなと思います。だからちょっと難しいですもんね。難しく思うんですよね、うん、これ古事記の最初の文章です。最初の文章です。雨土の初めの時に、はい、高間ヶ原になりませる神の名は、はい、雨の港の主の神って、まあ、ここから来るんですけども、はい、漢字ばかりで書いてあるんですね。そうそう、ここにまあ根津さんはスラスラ読むけど、はい、普通はちょっとこれ読めませんわね。はい、だからまあ古事記の現代語訳っていうのがあるから、はい、
それを読めばいいってことですか。いや、現代語訳にしちゃうとですね、うん、現代語訳した人の個性が入っちゃうんです。なるほど、それはそうです。でその人が、うん、あの福沢諭吉のようにしっかりとした、うん、あの領民を作ろうという考えに基づいてのものであればいいですけども、じゃない人、はい、多いと子供向けで取られちゃったら、結局子供向けの情報しか入ってこない。なるほど、はい、ではやっぱり原文の読めっつってもね大変なんですけども、ただあの例えばね、まあ、今日は根津さんおられるから、はい、できるだけ原文の思想に基づいたお話をしていただく、はい、ということですね。あの最初の隠れ身かな、うん、最初のところだけちょっと読んでみますね、はいはいはい、これ雨土の始めの時、はいはい、雨土の始めの時に、はい、高天の原になります神の名は雨の水中の主の神とこう書いてあるんです。なるほど。ここでですね、緑色の注釈があるんですけども、高いという字の下にある天という文字は、はい、文字の読み方は、はい、天と呼びなさい、はあはあ、死もこれに習うということですから、この注釈は古事記自身に書いてある。字に書いてある。なるほど。だからあのこの高いという字の下の天という字っていうのは高天原のこれですよね、はいはい、これについては天と呼びなさいと、はいはいはい、ってことはこっちは、うん、天じゃなくて雨だって言うんです。あ、なるほど。雨と天と使い分けをしてる。あ、なるほど。じゃあ何が違うんだって言ったら、うんうん、あの雨っていうのはもうこの天空全体時空間全部を言います、はいはい、で雨って言ったらその中の八畳間、四畳半、一間、あ、なるほど、十畳間っていう四角に区切った空間のことを言うと、ね、だからこの広大な時空間の中の一つのこの原、なるほど、四角に区切った空間の中に なられた最初の神様のお名前が雨の水中の主の神だったという、はいはいはい、まあだからちゃんと分解していくときちんと意味が取れるように構造的にはなっているということですね。なるほど、なるほど。で最初のところのこの文章でいきますと、雨の水中の主の神、高結びの神、神結びの神、はい、馬氏足利彦氏の神、雨の床たちの神、はい、国の床たちの神、豊雲の神と、はい、まあ、あのこういう話するとなんか難しい、あの漢文の話でもしているように思われるかも分かりませんけども、そこを言いたいわけじゃなくて、うん、あのご覧いただくと隠れ身っていう漢字がですね、3回出てくるんです。そうですね。で基本的にあの漢文っていうのは、うんうん、同じ漢字を2回使うことを嫌う。ああ、なるほど、はい、なるほど。でも3回使ったには3回使ったなりの理由があるこれですね、はい、で多くの解説書が間違えるのが、うん、雨の水中の最初の神様ね、雨の水中の神様が登場しましたよ、うん、次に高見結びの神様が登場しましたよ、ね、その後神結びの神様が登場しましたよ、はい、でこの三柱の神様は一人神として鳴らして、あ、隠れちゃうね、はい、隠れちゃう、身を隠しましきなり、身を隠しということはですよ、うんうん、神様がこんにちはって来た、そう、だけど隠れちゃった、あ、隠れちゃった、いないじゃないですか、うん、ということは古事記は神様、ここにいる神様全部いないって書いてるのかっていうことですよね。ああ、そうですね。みんな隠れた隠れたと書いてある、はい、こういう神様が現れました、隠れました、この神様がいました、隠れましたっていうのを3回繰り返してるわけですね。だったら書くなよって、ああ、書くなとなっちゃうじゃないですか。でそこでも、もしかしたらこの隠れ身ということが、うん、意味が違うのかもしれないっていうふうに考えて読むっていうのが大人の読み方だっていう。なるほど、なるほど。でそれがどういうことかっていうと、この、まあ、昔の字でこれ隠れですね、はいはいはい、隠れ、これ実はあの、はいはい、心っていうのがありますけど、はい、心ってあの心臓なんですね、はいはいはい、心臓の上に横棒がこう3本あります、はい、これね、はいはいはい、これ人間の手なんです。あ、なるほど。で心臓を手が覆ってます、はい、その上に工務店の工、はい、道具があります、はい、手で覆って道具で覆います、はい、覆って、でさらにこの上棒があってちょんちょんちょん、これ人間の手がこうなってます。あ、なるほど。この上からさらに手で押さえてます。なるほど。つまり二重三重に覆ってるから、これ隠すという意味なんですね。なるほど、なるほど。じゃあどこに隠したんだといったら、身に隠したって言うんですね。はーはーはー。で身っていう感じって、実はお腹の中、はい、実はあの、うん、この点の部分が人間の頭なんです、はい、頭ね。で胴体があって、はい、足が2本入ってます。足が2本あって、でこの横棒なんですけども、はい、これ目という漢字を考えると分かるんですが、これ縦目、横目、もともとこの目がこうなってこうなってるんですね。つまりこの真ん中にある二本線というのは丸なんです。つまりこれを象形化するとこうなります。頭があって胴体があって足が丸、お腹のこの赤い丸は何なんだ、これどう見ても人間の胎児ですよね。つまり雨の水中の主の神は、何もない空間にご出現された、つまり存在のすべてです。その存在のすべてである神様がすべてを己の体内に取り込んでくださった、うん、なるほど。でそれが順番からいくと、雨の水中主の神、高見娘の神、神娘の神、馬氏足利彦氏の神、雨の床たちの神、国の床たちの神、豊久保の神ということで、 1,2,3,4,5,6,7 に我々の世界は神様がお腹の中に大切に入れてくださってるんですよって書いてあるんです。なるほど。
はあ、それが古事記が説く時空間の概念であると。概念だ。それで胎児、あの胎児は、日本人の赤ちゃんを一応想定しているということですか。はい、で胎児っていうのはまあ小さな細胞で出来上がってます。はいはいはい、でそのさ、あの細胞の一つ一つにはみんな役割があります、はいはいはい、でもその細胞の一つ一つが自分の役割を果たそうとしないで、うんうん、俺だけが贅沢できればいいんだと言って周りの細胞から栄養分を吸い取る、はいはいはい、これ明らかにがん細胞ですよね。そうですね、赤ちゃんの、細胞がもうがん細胞だらけになってしまったら、多分その赤ちゃん死んでしまいます。赤ちゃんの社会もがん細胞みたいな人間が多いんですけど、ね、多いですね。でそれだけじゃなくて 胎児ですから、胎児神様まで死んでしまいます、うん、なるほど。つまりがん細胞になるということは神様にまで影響を及ぼすこと、はいはいはい、そしたらもうそのがん細胞どう神々がどうするかといったらもう切ってするしかないわけですよね、うん、そういうようなことも分かってくる。なるほど。我が国のこれ国旗なんですけれども、国旗もですねこれね、うん、四角の あ、はい、あまですよね、はいはい、あまのど真ん中、雨のみなかです、はい、でなぜ赤いのか、はい、胎児のことを赤子と言います。なるほど、はい、なるほど。だから神様、これ太陽じゃなくて、はい、子供を言ったんだ。いや太陽でもありますけど、太陽でもある、はい、子供のことでも。なるほど、はい、なるほど。我々は神様の赤子である。なんか赤子って言いますよね、はい、我々は天皇の赤子である。はい、あつまりあの赤子っていうことは天皇の体の一部、一部神様の体の一部なんだから、であると。だから一人が自分だけの贅沢を考えるようであってはいけない。そうですね、はい、細胞の一つ一つには全部役割がある。そうですね、はい、その役割を一生懸命果たして、はい、で新陳代謝で死んでいくかも分かんない。そうそう、もう死んでいくんでもいいじゃないかと、はい、まあ特に男性はほとんど生きてる意味もないから、ちゃんとどんどん死んでいったり。あのここの、ね、スタジオではちょっとそれ間違った人が2人ぐらいいましてね、はいろいろあの難しい人生を歩いてるんです。次はどうですか。次も一緒行けます。そうですね、で今のね、はい、ところが、まあ、古事記のお話だったんですけども、そうそう重要ですよね、ここね。じゃあ日本書紀はどう書いてるか、はいはい、ああ日本書紀どう書いてる、はい、日本書紀の場合はちょっと書き方が違っていて、いにしえの雨土未だ分かれずに、影明らかも分かれずに、はい、鳥の子のこと混沌の広がる海に兆しあり、まあ、ここから始まるんです。なるほど。ちょっと、ね、日本書紀の方が文学的なの、だけど想像はできますね、はい、大体どこの神話もなんか最初は混沌としてむにゃむにゃっとして、そこからなんかがだんだん現れてくるって感じでしょ、はい、でよく言われるのが、あの日本書紀の記述っていうのはあの、まあ、その天があり地がありということなんで、陰陽の考え方に立ってる、つまり二項対立型の世界観というのを持ってる。それが中国から来たんだという説もある、はい、とあの まさに中国の影響を受けて書かれたものなんだっておっしゃる先生多いんですけども、なるほど。よく読んでみますとね、うん、このあの全て明らかなるものは薄くたなびきき雨となり、つまり天っていうのは非常に、まあ、清らかなものが天になったんだと、まあ、これいいですよね。重くて濁りたるものはついて土となりにけり、うん、で、うんぬんかぬんといきまして、このこうしてできた天と地、うんうん、雨と土の、うん、土から、はい、最初の神様の国の男たちの神がお生まれになられたというふうに書いてるんです。なるほど。つまり最初の神様の国の男たちの神というのは、これは天にお生まれになったじゃないんです。なく天と地で生まれた、はい、雷ですな。この天地から、はあはあ、人間の体って、はあ、さあの農作物を食べてできてますから、はいはいはい、人間の体って土でできてるわけじゃないですか、はいはい、そうです。でその土でできてるものにその火と言われる魂が乗っかってるわけですよね。つまりこの天と土から人間の体ができてるんだっていうのがこれ日本式の書き方なんです。なるほどなるほど、はい、でそこで言ってるのがね、こういうからここあの住みて明らかなるもの、重くて濁りたるもの、うん、これだから陰陽だって言うんですけども、この両者は一体だって、この一体だってことをまず歌った上で、さらに見るとあの清らかですよね、清らかで温かい。よくあの、いろんなことがあると神社に行ってお祓いしてもらうじゃないですか、で清らかになろうとするじゃないですか、はいはいはい、日本書紀は清らかなだけじゃダメなんだよって言うんです。朗らかでなくちゃいけない、朗らかじゃなくちゃいけないと。だいたい清らかな人っていうのは陰気ですよ、はい、あの高校の先生みたいな、はい、これしなさいとか、それじゃダメだ、ダメだ、これ日本書紀の初っ端にそれ書いてるんです。初っ端にね、なるほど、はい、清らかであってかつ明るくなかったらダメだよ、なるほど、はいはい、で重くて濁ったもの、はい、これ神様だって持ってるんだよ、持ってるんだと、あ、はい、だから今あなたが悩んで苦しんでもうドーンと沈んでるかもしれないけども、神様だって同じなんだよ、うんうん、でも同時に重くて、うん、もうドーンと沈んでしまってるかもわからないけども、その中に同時にこの清らかなもの、朗らかなものも存在してるんだよ。そう、だから元気だぞ。西洋住宅と呼べばいいんですか、はい、
それ読んじゃいけないと、そういう音読みはいけないと。基本的に全部訓読みですね。訓読みですよね、はい、基本はね。特に七五読みするときには、はあ、基本的に全て訓読みをしてくる。訓読みをしなきゃ、はい、なるほど。これはあの西洋とか儒学っていうふうに読んでしまうと意味が分かりにくくなる。なるほどなるほど。日本人の感覚としては、なるほど、訓読みの方が分かりやすいです。清く明らかとか、はい、重く濁れるとか言った方が意味がよく分かるよと。なるほど、なるほど。はあはあ、いい言葉ですよね、すみて明らか。そうそう、すみて明らかね。はい、大体すみてやつは本当にあの明るくないんですよ。もうね、道徳的でね、そんなことしちゃダメとかみんな言っちゃうんだけど、今度これを使おう。すみて明らか言ってるでしょつって。なるほど、分かりました。はい、また反対におっかないのもダメですよね。おっかないのもダメですね。すみて明らかでなければダメではないか。そう、そう、これダメだ。ダメだ。ということで、第3回はですね、はい、少し視野を広げまして、中国の古代の問題ですね。まあ日本人の学者の中には中国を崇め奉つっていうのを言いますが、中国っていう国もなかなか大変な国でね、200年ごとに天子が全部殺されて、墓が暴かれたり、それから高官の跡とか民の跡とかですね、元の跡とかも国民の8割ぐらいがみんな死んじゃうと。だからまあ中国人がですね、非常にこう辛いっていうか、策謀を抱いたりするのは無理からのところでね、かわいそうな民族なんですよ。北の方には牙がいてね、バーッと降りてきて一家皆殺しになったりしますが、まあ日本は幸いなことに非常にこういい海洋の国でありましたんでね。それから明治時代、まあ重要なことを今日は一つ教えていただきましたが、7世紀の、まあ、日本の国を作るという必要性が非常に強く、まあ、そこで、まあ、大きな変革があり、また今度は外敵がもうすぐ来てこれを守ると、大体その間1200年経っております。そういう大きな時に、まあ、偉人も現れ、新しい日本の概念もできて現在の我々を作っていると。それで、まあ、今日は古事記と日本書紀のちょっと最初のところを勉強しまして、これで終わりにいたしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。To this place.